は時刻は8時です。今日は朝起きて早速シャワーを浴びました。そして今日は9時から3時まで子供が来て、4時からはメタバース関係についてもお話ができる方とちょっとお話させていただきます。楽しみです。その後はですね、おそらくですけども、もしかしたら漫才の話したりっていう感じです。今日は1日頑張りましょう。時刻は8時です。今日はですね、9時から3時まで子供が来て、その後4時から紹介を受けてですね、大学で授業とか講義とか授業されてる方とお話しさせていただく機会がありまして、夜ご飯を作り食べ、そしてこれから漫才のネタ作りでございます。ということで、25日に漫才をすることになったので、急遽急いで漫才を作ることになりました。ちょっとどうしましょうかね。本当に何も考えてないんですけどね。まあ、ということで、ちょっとこれからおそらく3時間ぐらいは漫才について考えるんじゃないですかね。まあ、ということで、今日も一日お疲れ様でした。明日は9時から18時まで子供が来て、その後は面談です。明日も充実した一日です。お疲れ様。